第二流イエス十字架を担う主イエスキリスト、あなたは尊い十字架と栄えある復活によって世界を救ってくださいました。私たちはあなたを礼拝し賛美します。死刑を宣告された人は刑場まで自分の十字架を担いで生かされました。イエスは荒々しく負わされた十字架を黙って受け止め、歩き始められます。こうして辱めと処罰の印であった十字架は、救いと勝利をもたらす印となりました。何も知らない群衆は、ただイエスをあざけるばかりです。主イエスキリスト、あなたは仰せになりました。私についていきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って従いなさい。人類の救いのために十字架を担って進まれるあなたに従い、私たちも自分の重荷を担って生き、救いの喜びに至ることができますように。
主イエス・キリスト、信仰の弱い私たちを助けてください。勇気を持ってあなたの道を歩み、神と人々への愛に生きることができますように。